写真撮るときさ、こうやって下のスピーカーをほら、抑えながらこうやって撮ると、はいはいはい、音が若干小さいからね。一色主催じゃあやってるせいでどうぞ。四季折々、旬の料理で大切な一番重要な、いやいやいや、もうその瞬間遊んでる感じですまだ始まらないか大丈夫か30秒前です。そうなんです。意外早いですよね。そう、なんかもうキリンさんに見えてきましたねまだ始まらないから大丈夫なかなかこれ言わないですよねあのワクチン100回以上打たれたそうなんです何回かあっててこう始まるはい、じゃあよろしくお願いします。喋るとこ知ってる？オープニング。いや、英語です。青いところ。ここね。だ、私の名前のところはヒロキじゃなくて栗太郎に直して喋れる。栗太郎さん、計算代わり？すげえ。クリスタルシャワー。ビューティフルでワンダフルな情報番組。コンシェルジュがご案内するとっておきなお話やここだけのお話、知ってほしい素敵な情報をお届けします。メインパーソナリティは本日限定ダイヤモンドミッチーナーがお届けしますお天気がいい日はスタジオ前に集合。今日は雨ですけどもね、差し入れも大歓迎でございます。時代は進化中だから、ラジオだけど目が離せないクリスタル、はい、栗太郎です。考えるだけではなく一緒に感じてほしいクリスタルからの元気情報配信、楽しみ方はいろいろ、リアルタイムならインターネットからユーストリームで映像も楽しめます。クリスタルからが始まるハートバトンリレー、受け取ってください。素敵な情報をお届けするコンシェルジュも募集中ですよ。コンシェルジュも募集中ですよ。ここから見える景色をぜひ一緒に楽しみましょうはい、こんにちは。はい、こんにちは。なぜ私の目の前に栗太郎が、はい、今日はですね、キリンさんの代打です。狼ちょっとね、はい、お出かけしてらっしゃるから、この間から。そうなんですよ、いいですよね、海外行きたいいやいや、たまにはさ、はい、この休みさせてあげてよ。そうですよね、うっすら10年だよ。そうですよね、年中無休で。そうですよね、いや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 、本当に噛んでる場合じゃないの、ヒロキ。そう、しっかり噛みました。そうそう、ヒロキたち、私たちがね、ちゃんとしっかりお留守守って差し上げないと。そうですね、さあ今日あいにくの雨ですけれどもね、昨日あんなにお天気良かったのに。いや、暑かったですね。もう体調悪くなるわ、くれちゃん。いや、そうですね、まあラジオ聞いて元気になってほしいですね、本当にね、うんうん、雨降ると花粉が飛ばないんでしょ、あんまり。あ、そうなんですけど、ね、私もくしゃんくしゃん言ってましたね、さっきから。あ、そうなの。そうなんですよね、意外とね。うん、なんで。多分私が敏感なんですかね。うーん、雨でも花粉飛んでるんだ。じゃあ、でもね、それもね、飛ぶらしいですよ、雨でも、少しですけどね、減るらしいですけど。あ、そういえばコンシェルジュさんも後であのさんね、来られる方もマスクしてた。あ、そうですね、大変だね、花粉症の人ね。あ、ミチナさんは全然ないの。あ、そうなんですか。アレルギーのあの字もないんだよね、何にも、何にもないんですか。すごいでしょ。いやー、すごいですね。昭和生まれを侮るなうちの親父も言ってました。あ、そう、山が後ろにあるんですけど
うん、こんなとこで生まれたんだから大丈夫だろうっつって全然意味不明で威張るんだよ。よくわからないですけど、そうそうそう。さあ、でもね、皆さん本当にあの今日雨なので、一応いつもよりはちょっと花粉はいいと思いますので、少しねケアをしていただきながら、また明日お天気になるといいですね。そうですね。はい、ということで、ではシャワー進めてまいりましょうか。はい、はい、クリスタルシャワー下町スピリット、合言葉がリンクしてシェアしてコラボレーション、はい、じゃあお願いします、はい。